昨年の予算総額10万円を目指したタイ旅行からちょうど1年後、今年は10万円の縛りを設定せずに2回目以降のタイ旅行として再び動画撮影しながら旅をします。予算上限は設定していませんが、かかった費用は全て記録していきます。ただし先にネタバラシしてしまうと計画通りにうまくいかない旅となってしまいました。なので今回の旅のテーマは後付けですが、こうなりました。今回の東京とバンコクの往復の飛行機は直行便で、行きはタイエアアジア X で、帰りはジップエアーです。半年ぐらい前に航空券を予約したため、往復総額5万860円と直行便の割に安く取れました。ただし早期予約は運航ダイヤが変わって予定変更となる可能性もあるので注意が必要です。12時10分出発の飛行機なので成田空港へは少し早めの到着となりました。ウェブチェックインを行っていれば出発の1時間半前ぐらいに到着しても間に合います。タイエアアジア X は成田第2ターミナルの N カウンター、少し変わった場所にあります。出発階の出入り口の横にカウンタースペースがあり、自動扉を通ってチェックインカウンターに向かいます。出発の2時間以上前に到着したため、並んでいる人はあまりいなそうですね。チェックインが終わったので、出発階のさらに上のモール階で時間を潰します。今回、空港に早く来たのはこのためです。モール階の端にあるラウンジに向かいます。実はこの1年でクレジットカードのゴールド会員への無料招待が来たのでアップグレードしました。キャッシュレス時代だからこそ普段の生活の支払いで条件達成となるので、これを利用しない手はないです。成田空港のゴールドカード以上対象のラウンジは保安検査前になります。ビールが1本無料でもらえ、ソフトドリンクは飲み放題です。ただし、飲食物の持ち込みは禁止となっています。ゆったりソファーでビールを飲みながら出発時刻が近づくのを待ちます。搭乗開始時刻の30分前になったので、保安検査と出国審査をして搭乗エリアへ。繁忙期と違い、スムーズにどちらも待ち時間なしで通過しました。成田第2ターミナルで搭乗エリアに1台だけある ATM、 手持ちの現金を用意するのを忘れた人が最後に日本円を引き出すことのできる唯一の場所です。カードキャッシング可能な国に行くなら、クレジットカードだけでも大丈夫ですけどね。タイエアアジア X の搭乗口は96番ゲート、第2ターミナル本館から300メートルほど離れた別館にあります。2013年までは完全に別棟のサテライトターミナルで、シャトルシステムで移動が必要でした。現在は建物がつながれ、シャトルは廃線に。動く歩道で搭乗口まで移動となります。搭乗開始の15分前には搭乗口前に到着したので、少し早い昼食として持参したおにぎりを食べます。定番の150円の空水を購入。キャッシュレス決済に対応しているので、出国前に小銭が増えなくて便利です。
96番ゲートの飛行機は隣の98番ゲートの搭乗口付近で見ることができます。98番ゲートから出発の飛行機は2時間以上後だったので待っている人はほぼいない状態でした。バンコク行きの第エアアジア X の機材はエアバス A330、 前方2列目までがビジネスシートで、後方座席43列目まで3列シートが3つ並ぶタイプです。事前に座席指定をしていないと、1人の場合3列シートの真ん中に割り当てられることが多いです。今回は後方座席ですが、運よく通路側の座席が割り当てられていました。ペット座席を購入する場合、今の為替相場だと一番安い座席で2000円以上になるのでラッキーでした。搭乗開始時刻が近づき、搭乗口付近はより一層混雑してきました。間もなく搭乗開始だろうと、すでに並んでいる人たちで列ができています。後方座席のゾーン2はビジネスクラスなど優先搭乗者の次に搭乗順番が来ます。搭乗開始となったので列に並んで飛行機に搭乗します。座席はどんどん埋まっていきました。満席だったのではないでしょうか。ベルト着用サインが消え、安定飛行に移りました。今回は直行便なので約7時間のフライトです。2時間の映画だと3本くらいは見ることができます。 Amazon プライムビデオに気になっていたアニメがあったので、今回はそれを視聴します。1シーズン全てと2シーズン目の中盤ぐらいまで視聴したら到着時間となりました。ダウンロード可能数がシーズン2までだったので、続きは現地到着後に追加しようと思っていました。しかし視聴可能な動画のラインナップが日本と海外とでは違う仕様なんですね。帰りは深夜便なので、続きは諦めて帰国後に見ることにし、寝て過ごすしかなさそうです。フライト時間は約6時間半で、予定より15分くらい早い到着となりました。昨年より約1時間早いこの時間帯では、イミグレーションはどれぐらいの混み具合なんでしょうか。まずは他人に接触しないよう気をつけながら素早く移動していきます。ボーディングブリッジを抜けると現れるスワンナプーム特有の金属の通路まで間もなくです。と思ったら、なんだかいつもと違う景色に変わっていました。金属の骨組みとガラス張りの通路はなく、出発の成田空港と同じような到着口に出ました。普通のビルの中のような通路はバンコクのもう一つの空の玄関口であるドングアン空港と雰囲気が似ています。ただし建物自体は新しく綺麗な通路です。案内板がタイ語なので、ここがタイであることは間違いなさそうです。実は昨年の旅行の帰国直後の9月末に混雑緩和を目的とし、サテライトターミナルがオープンしました。タイエアアジア X はこちらのサテライトターミナルが発着場となったようですね。他には昨年利用したベトジェットエアもこちらのターミナルが発着場となるようです。
ので、昨年は数日違いで新ターミナルを利用しなかったことになります。本格運用開始は昨年12月で、まだ1年経っていないため、まだまだ出来たてのビルのような匂いがします。メインターミナルの通路のように、このターミナルでもかなり長い距離を歩くことになります。ちなみに、このサテライトターミナルとは別に、第2ターミナルも建造中とのことです。成田空港のように、エアポートレイルリンクの駅も延長するのでしょうか。今の地形だと、ちょっと難しそうな気もしますが。長い通路を端まで進み、突き当たりを左に曲がります。まだまだゴールは見えてこないです。イミグレーションへはどうやって行くのでしょうか。ここからは下に降りるようです。シャトルでメインターミナルに移動する必要があるようです。10年以上前に廃線となった成田第2ターミナルと違い、スワンナプームでは新たにシャトル移動が増えたのです。お披露目のバス移動も好きですが、シャトル移動も空港ならではのワクワク感があって好きです。シャトルは3分間隔で運行していますが、基本的には到着時は満員となるでしょう。3分間隔の往来で乗り降り時間も考慮すると、乗車時間は2分くらいといったところでしょうか。座席は数席しかないので、基本的には立ち乗りです。停車ホームが終点です。降車したら、ホームの上の階に向かいます。エスカレーターを降りた先の突き当たりが、いつものイミグレーションです。降車ホームからは、かなり近いです。イミグレーションカウンターは、たくさん開いており、入国までの待ち時間は10分程度でした。制限エリアを出たら、今回も、まずは地下階に移動します。円からバーツへの両替と空港を出た後もインターネットが使えるようにSIMカードを購入します。何度もこのチャンネルで伝えていることですが、空港内は両替レートが非常に悪いです。地下のエアポートレイルリンク乗り場の裏にある両替所へ向かうか、カードキャッシングを行いましょう。ただし、キャッシングは今まで以上に注意が必要です。イズアウトコンバーションを選択と昨年の旅でお伝えしました。しかし、最近の ATM ではその質問すらなく、勝手にコンバーションありで悪いレートになる機会が増えています。特徴として ATM に両替時の日本円の表示がされているとコンバーションありなので、その ATM を使うのはやめましょう。また、こればかりは運ですが、機械によってはスキミングされ、カードを使用されるということもあるかもしれません。MRT 乗車時のビザタッチが便利なクレジットカードですが、慎重に考えて使いどころを選びましょう。ちなみに、最初の両替は現金で行いました。7月に発行された新日本円札が両替可能か確認するためです。結果、個人証は未確認ですが、空港に限らず、街中での両替所でも、新日本円札の両替は可能でした。現金派の方は、旧紙幣でも新紙幣でも、タイでは9月時点ですでに、両替可能なのでご安心ください。エアポートレイルリンクで、宿のある、バンコク中心地へ向かいます。その前に、旅行者用SIMカードも忘れず購入しました。AIS は昨年同様8日間で 15GB、299バーツのパッケージがありましたが、トゥルームーブは変更がありました。制限ありのバリューパックは廃止され、無制限プランのみに。ただし、思ったよりも高額です。
5日間で349Hz、8日間で449Hz。15GB 以下でいいのなら、AIS の方が出費を抑えられます。エアポートレイルリンクで今回向かうのはラムカムヘン駅です。旅行者にはあまり馴染みが少ない駅かもしれませんね。普通はその先のマッカサン駅か終点のパヤタイ駅まで乗車する旅行者がほとんどだと思います。今回初日に宿泊するのは前回同様ドミトリーなのですが、ブラカノン駅から徒歩10分ほどの宿です。下車駅から宿まで少し離れていますが、バスを利用可能なのでラムカムヘン駅で下車し、ブラカノン方面へ向かいます。ラムカムヘンエリアが外国人観光客に馴染みが薄い理由の一つが公共交通機関が通っていなかったことでしょう。地元の人たちは地方都市のようにルートの決まったソンテウが通っているので、それらを利用しています。ルート外ではバイクタクシーの利用など、この辺りも地方都市と同じ交通利用方法。ただ、2023年6月に MRT モノレールのイエローラインが開通したことにより、以前より交通の便が良くなりました。イエローラインは MRT ブルーラインのラップラオ駅から BTS スクンビットラインのサムローン駅までの新線。途中、今乗車中のエアポートレイルリンクのフワマーク駅との接続も可能なため、乗り換え手段が選べます。今まではタクシーやトゥクトゥクでしか行けなかったシーナカリン鉄道市場に行くことも可能です。イエローラインはブルーラインと同様にビザタッチで改札を通れるので、切符購入の手間も省けます。現在はまだまだ宿泊施設などが少ないエリアですが、地元の雰囲気を味わいたいならおすすめかもしれません。ラムカムヘン駅に到着しました。空港からの乗車時間は20分弱ぐらいです。やはりこの駅では外国人旅行客で降車する人はほぼいませんでした。改札を出たらまずは通りに出てバス停に向かいます。プラカノン方面に向かうので通りを渡る必要があります。本来なら駅ビルから下に降りずに歩道橋で通りの向かいに行けるのですが、工事中で通れませんでした。車に気をつけて大通りを渡りバス停を目指します。道沿いに北に200メートルほど歩くとバス停があります。バスに乗車しました。71番のエアコンバスでスクンビット通りに出る前のバス停で降車します。この方法が今回宿泊する宿に向かうのに一番安くて早く到着する方法です。巷で有名な牛たたきやレバ刺しが食べられるラープラップラップに行く場合もこのバスが便利です。軽トラを改造したミニバスのシーローなども走っているので、距離によって10から20バーツくらいで移動可能です。バスを降りて宿のある通りへ来ました。通りの至る所に屋台が出ています。屋台の地元グルメを楽しみたいならぴったりの通りですね。今夜の夕飯は屋台でいろいろと買って宿で食べよう。そんなことを考えながら宿泊先へ向かいます。ドミトリータイプの部屋は箱型空間のベッドが並び、カーテンもついているのでプライベートが保てます。ロッカーはなく、ベッド内に箱があり、その中に荷物を収納できます。鍵は持参しましょう。トイレは各階に2個ずつとシャワールームに1つあります。シャワールームは最上階にあります。シャンプーやボディーソープ、石鹸などは持参しましょう。
ベッドルームは飲食禁止で、食事をするなら1階か中2階の共用スペースを利用します。お腹はペコペコですが、時間が早かったので少し出かけることにしました。昨年のリベンジで週末だけ開催される中華街に近い運河マーケットを見学に行きます。しかし宿から浦賀野駅までの道のりで突然の大雨が降ってきました。たまらず歩道橋の階段下で雨宿り、傘も持たずに出かけたため完全に足止めです。今年は初日から雨の洗礼です。9月は雪明け直前で一番雨の多い時期なのです。10分ほど雨宿りし、雨が弱まったタイミングで濡れるのを覚悟で駅までダッシュしました。浦賀野駅からは BTS で麻生区駅まで行きます。そこで MRT に乗り換え、サムヨット駅を目指します。 BTS の冷房は容赦なく雨で濡れた服を冷やします。常夏のタイでも室内では凍えそうです。寒さに耐えながら乗り換えの麻生区駅を目指します。麻生区に到着した頃には雨は止んでそうでした。地下鉄に乗り換え目的地を目指します。寒さから解放され一気に蒸し暑さを感じます。今後体調を崩さなければ良いのですが、地下鉄のスクンビット駅からサムヨット駅までは8駅、この時間に王宮方面へ向かう電車は比較的空いています。サムヨット駅に到着、しかし降車する人は少ないです。週末に合わせて来たのですが何か嫌な予感がします。外に出たら軽く小雨が降っていました。駅前は工事中、この交差点を渡り徒歩2分ほどで目的地です。たくさんの人でにぎわっている温泉運河のナイトマーケットに到着。のはずだったのですが、昨年も見た全く同じ光景が目の前にはありました。ガランとした静かな遊歩道があるだけで、今日が本当に週末だったのかもう一度確認してしまうほどです。現在時刻が20時前なので営業時間のはずですが、雨季は雨が降ったら早々に終了するのかもしれません。一箇所だけアートギャラリーが開いていましたが、今回も諦めて帰ることとなってしまいました。宿の近くまで戻り、開いている屋台で夕飯を購入します。カオカームーと焼き鳥串を買って宿に戻りました。ビール大瓶2本と 500ml の缶1本は少し多すぎでしたが、この日のうちに飲んでしまいます。案の定、食事とビールの量の配分ミスで、食後は食べ過ぎでかなり苦しかったです。初日は散々な出だしで終了となってしまいました。最後にこの日使ったお金を発表していきます。